近畿豊岡道八日氷ノ山出口です。皆様おはようございます。キースジャガーです。2020年1月10日金曜日8時11分です。北近畿豊岡道を降りてきました。浜坂海岸、湯村温泉、霞海岸、左方向。国道9号線鳥取方面行きです。制限速度50キロですね。鳥取まで75キロ、新温泉まで54キロ。湯村温泉まで40キロ切りましたね。鳥取までは75キロ。はい、右手に道の駅ございます。八日田島倉。工事してだいぶ綺麗になったね。ここ道が古いんでボッコボコなんですよね。国道9号だからこうやって綺麗になってるっていうことは、つい最近工事やってたということで、まあ片側、見ての通り片側一車線の道路なので、工事この先もあるとすれば片側交互通行とかがあるかと思います。やってればですけどね。この先も湯村温泉行くまでも道路古いんで、工事して綺麗になったところ以外っていうのはもうガタガタのボコボコやと思います。現在地矢部市八日町というところですね。8時14分です。お仕事は湯村温泉に配達に行きます。で、湯村温泉を紹介する動画と思わせといて、八北の方にスキーに行く方もご覧になっていただきたい動画でございます。湯村温泉あと38キロらしいです。シェルのガソリンスタンドがまずありましたね。制限速度50キロの道路です。カップ下下げとくか。途中でね、ループというか、山を登るのにぐるぐるっと回るところがあるんですけれども、あそこ以外は基本的に追い越し区間ないと思います。抜くんであればあそこで追い抜きしてください。久しぶりやな。久しぶりに来たらなんか焼きそば屋ができてるか。今まで録画しながら充電しておったので、
あれです、あの八日氷ノ山出口最後あの終わる時カメラの温度上昇で強制シャットダウンされてしまいました。なのでちょっとあの室温を下げながら走りますから、たまにこうやって窓開けて向かいますので、ちょっと雑音はご容赦ください。あのスキー場がもうすぐ近くなのに山の頂上の方を見ても白くもなっていないっていう、こんなことでスキー場大丈夫なんかなっていう感じですよね。昔スキーが流行った頃、まあよく冬になったらよう行ってたんですけれども、まあ、スキー場に行くのにこんな景色見たことないね。もうもっと真っ白で雪もあっちこっちも屋根の上もてんこ盛り積もってるみたいな、そんなんからするとやっぱり温暖化なんでしょうね。1月ですよ。だって2月3月にならないと雪積もってないかなみたいな、そんなことなかったと思うけどね。スキー場に行ったら人工で雪積もらせてんのかな。麓も山頂も全く雪が見当たらない。目の前の山がちょっとだけ白いかな、一部ごく一部白いかなみたいな。一回降って積もってしまうとあの溶けるほど気温高くないと思うんですよ。昼間はどうか知らないですけど、なのであんまり降ってないのか雪にならないんかな。これ今もパラパラしてるけど、これ雪じゃなさそうですね。今パラパラしてるやつ、現在地矢部市です。鳥取方面に向かって走っております。目的地は湯村温泉です。下がってくると今パラパラしてるやつも雪になるんでしょうけども、もう今夜が明けて気温上がってくると思うので今日は雪が降りません。あ、スキー場いっぱい書いてるな。あと10キロって書いてある。
山荒くも住所的には兵庫県薮市ですね。そしたら10キロ先でも薮市やということであればかなり大きいですね。そう考えると元々どうなんやろ、細かい軍部やったものが薮市っていうのが新しく合併してできてそれで広いのか、そんなんかな、元々それがでかいのかな、ちょっとその歴史的なことはよくわからないんですけどね。神鍋高原まで24キロ、変えたら大丈夫やろ。ここの広くなった部分、ここでチェーン脱着できますね。まあ、ちょっと雪が見当たらないんですけどね、スキー場のすぐ手前まで来てるんですけれども、畑を見ても霜が降りてる形跡もございません。朝の8時23分ですけどね、こんなスキー場まで来なくても、昔はね大阪府の吹田市とかあの辺でも寒い場所じゃないんですが、私が小学生とかの頃とかでももう霜柱とかバリバリ言いながら道路を歩いてましたけれども、道路っていうかね、そんなんからしたら吹田でもまあまあ寒かったのに、雪国もやっぱ寒くないかみたいな、まあ、今日たまたまかもしれませんが、9号線鳥取新温泉方面、新温泉町方面、から先上りが急になります。一気に上に上るのでループみたいにぐるぐるぐるっと、ま、回っていくような道路になっていきます。で、まあ追い越し区間があるのはそのループしてるその区間ぐらいです。と反射線があるんで、そういうのが終わるともうあとまた一車線に戻りますね。八北高原、スカイバレー、あと8キロ、8キロ先にスキー場があるということですけれども、はい、50キロ、制限速度50キロ、ここまで追い越し、追い越し禁止、ここまで追い越ししてくださいよという区間に入りました。スキー2000円よりって書いてますね。
安いですね。そんなもんかな。4度、4度C。この先 300m で途半車線終わりとありますが、なんでやねん、こっからがきつなるやんけっていうね。およそ 700m 先、斜め右方向です。今からきつなんのに途半車線なくなってどうすんねん。引き続き4度C。 R50 って結構きついですよ、このカーブ。およそ 300m 先、斜め右方向です。カーブきついから速度落とさないかんけど、速度落としたら登れる坂も登れんようになるわって感じですけどね。制限速度40キロに落ちました。行ってきたね、パラパラ。カッパ持ってきてないんやけどな、これぐらいのあれやったら締めてますけどね。まであと3キロですね。トンネル 上町に入ります。上町村岡区にくいね。あれ撮影してなかったらもうトイレ休憩、ちょっと八北の道の駅でトイレ休憩欲しかったんですが、撮影しておるのでこのまま行きます。
が回します。なんか張りに来てるんやろうけど、ここ入ってくれたらいいのかな。危ないな。めちゃくちゃ坂きつい。 6% の下り坂、お気をつけください。 6% はめちゃくちゃきついです。 4% ぐらいでも大変やなって言ってるのに、 6% はちょっとだいぶブレーキ踏まないと止まらないですよ。はい、左手に見えておりますのが道の駅八北です。3度、八北高原スカイバレースキー場入り口ここみたいですね。ここを左に曲がって八北温泉と書いてるか、民宿がいっぱいあるのかな。これ八北もね、どうやろう、小学生くらいの時に来たことあるかなぐらいの感じですね。バスで長時間揺られるんやったら信州行きますからね。大阪でも信州が遠いからといって、じゃあここが近いかって言ったら、今でこそあの有料道路とか、あの北近畿豊岡道もそうですけど、あんだけ繋がってさっさと来れるようになりましたけど、昔はね、あのその3時間や4時間で来なかったですからね。道路がなかったんで、舞鶴道もなかったですからね昔。57km、新温泉36km となっております。湯村温泉までは 20km ほどで着くかと思います。まだ村岡か、道の駅村岡というのが右手にあったような気がしますけどね。凍結っていうか、まあ夜中に凍結したやつが溶け残ってるっていうことはあるかと思いますが、今から凍ることはないですね。この朝のこの時間ぐらいで気温上がる前に通行しますと、夜中に凍ったやつがそのまんまっていうことがありますので、ご注意ください。雪かな、氷かなみたいなやつが降ってきましたね。気温2度なんで、さすがに雨じゃなくて雪ですね、この辺は。ただ雪質がもう一つですね、気温が高いんで。フロントガラスに付着する感じ見ますと、ちょっと氷っぽいですよね。ふわっとしてないですね。
ぱりこの辺りご覧になって分かるかと思うんですが、道路の真ん中に水を出す穴が開いております。雪が積もって雪かきしないといかないような状況になる前にここから水が出てきて溶かしてくれると思いますけれどもね、ちょっと今路面凍結してるわけでもないし雪が積もってるわけでもないので水出てるところは見ていただくことはできませんでしたが、これが夕方で今から夜になるよ、今から冷え込むよというのであれば、ね、まあ凍結せんように水出すんかもしれないですけど、ね、やっぱ雪国出身ではないので何時ぐらいに出てるんやとかいうのはちょっと分かりません。裏丘にエネオスのスタンドがありましたね。あら、ローソンなくなってるか。ローソンが潰れております。右手にあってでかいやつがあって大型トラックもいっぱい止めれるから私もよく使ったんですけどなくなったね。あそこで休憩はもう無理だね。村岡ファームガーデン2キロ、そうか、牛肉とか売ってたか、そういえば田島牛かなんか。松葉ガニ浜坂の漁港まで25キロ、浜坂の少し手前です。湯村温泉はね、湯村温泉越えてしばらく行って右に曲がっていくと浜坂温泉の方行きますけどね。浜坂温泉と浜坂海岸、浜坂海水浴場みたいなのがあるんじゃないかと思います。広いね、チェーンになっちゃうよ、広いね。悪天候にやられると思わんかったな。カッパを持ってこいよカッパをっていう感じですけど、村岡ファームガーデンです。トラックも下台専用レーンがあって止めれるみたいですね。私も何回か2、3回か3、4回か止まったことあるんですがちょっと忘れました。雨に変わってそうですね、これ。さっき2度やったとして、今3度くらいなんだな。浦岡高校前駅。鳥取52キロ、新温泉31キロ。8時41分です。浦岡商店街。浦岡区浦岡です。浦岡の中心地、浦岡の役場があるかな、ちゃうかったかな。この辺りに学校いっぱいありますね。小学校も中学校もありましたね。ユリッカは役場ちゃうかな。
村岡町村岡交差点なんやろ。交差点を越えますと国道482か、あれで伊豆市とか豊岡の方に見える神鍋高原と書いてますね。向こうもスキー場あるみたいですね。多分この空との太陽石の中のスタンドのところ曲がりますと国道482、私がさっき県道で行けるよって言って行ったもう北近畿豊岡道の新しくできた終点から行けるよと言ってたの、県道ではなく国道482ですね。そしたらね、勘違いでした。濁った感じの硫黄臭いやつが好きですけどね。プンプン匂いするやつ、ちょっと透明で匂いも何もないよみたいなやつは温泉入ってる気しないんであれですけど、まあそれでもね、温泉と普通のお風呂と何が違うって、肌がスベスベになるから、まあ匂いがなくてもスベスベになりゃいいかもしれないですけど、村岡トンネル790m。 このように国道9号線なかね、追い越し区間ございません。もう遅い車が前走っとっても、もう抜くとこないんで諦めてください。スピードをね、制限速度以上で速度違反しないと間に合わないよということであれば、早めにお家を出られてください。トンネル出た瞬間に凍結してるということがあってもおかしくないので気をつけてください。はドライブイン日本海というのが寄ったことはないけど良さそうやな。霞まで24キロか。私の1軒目は湯村温泉、2軒目の配達先が霞、3軒目が久美浜の方なんですけど、どこから行こうかな、霞まで。そんなに遠くないけど、どこでも通れるわけじゃないから、私はよく選ばないといけない。ここ右曲がりますと、県道4号につながります。で、そのまま霞インターの方まで行きます。ちょっと一部ね、何百メーターか、すごく狭くて、離行しにくいところがございます。入江トンネル 280m、
の信号を右折でもあの霞の方に行けます。県道4号線村岡区和田国道9号線ですね。鳥取方面向いて走っております。はい、このように国道482号線左に曲がると10キロ先大型車通行不能と書いてあります。だからね、国道でもあの何でもかんでも通れるわけではございませんので、よく下調べなさってから行くようにしてください。まあ、福知山のあたりとかでもそうですけれども、国道やから行けるやろうと思ってね、あの抜けられへんかったわとかいうのありますからね、ご注意ください。8時48分、この9号線鳥取方面行き、制限速度50キロです。一歩反射線で出てきましたので、ちょっと譲ろうかと思います。道路悪いな、1分やったら早く抜いてほしいけどね。あと軽自動車1台と4トン車1台、これも抜いてくれるんやったら早く抜いてほしいな。もう追い越し区間終わってから並ばれたら嫌やな。早く抜いてくれ。スカイバレースキー場、もうさっき通り過ぎたやつですね。立ち北のことですね。これ道路が悪い。この車は大阪やな、大阪じゃなく神戸か。スモークさんはね、なんだかフジパンとか入ってたから。44キロ、新温泉まで23キロと出れました。位置が悪い。8時49分、もう夜が明けて結構時間経つんですが、霧がすごいですよね。天気はちょっと雨が止んできましたかね。山の天気なんで、もうどないなるか分かりません。ドライブ、ここにもある。もうここや。走りに行く。トンネル1分になったかも、撮影時間長いね。湯村温泉までね、あと5キロぐらいだと思いますね。10分もありゃ行くかな。10分では無理かな。ちょっとこの動画も結局一般道、あの一本道でずっと9号線走ってるだけなんですが、まあ北近畿豊岡道降りて9号線走って
1時間弱は走らないと三村温泉到着しないということですね。下り坂とまあまあの右カーブです。ブレーキ不満でも曲がれるとは思うけれども、凍結してたら危ないんですよね。一応住所的に新温泉町に変わりました。気温3度です。下り坂 6% かなりきついです。うわー、ブレーキ不満で止まれへん。こんなの気をつけてください。かなりきついですよ。気温は3度。この辺はたくさんスキー場があるような場所なんですが、まあ雪全くないですね。エンジンブレーキとかだけでは止まらない。米子まで135キロ、鳥取まで42キロとなっております。国道9号線開けるし、踏まないと速度は乗りすぎるし、困ったもんだ。この辺狭いんで注意しましょうか。
57分になりました。湯村温泉の看板が出ました。湯村温泉の温泉街に入ります。お疲れ様でした。信号が赤だ。はい、ここから湯村温泉ですね。8時57分9号線新温泉町二尾佐と書いてございます。湯村温泉田島スキー場もあるみたいですね。はい、ここに新しくできたローソンがあって、あら、できたってのが閉まってるやん。潰れたか。リゾートもこの辺にありますね。三好屋、もうちょっと行くと井筒屋かなかいうところもあったかな。もう両サイドあの温泉宿ばっかりですね、この辺。いないのか。なんでもうお正月明けたからかな。道路この辺りあのお水出すための雪溶かすための穴がちらほら開いてましたね。ここは今左に開いてたの。ありがとうございました。湯村温泉こんな感じでした。失礼いたします。